こんにちは、速稼塾のコブです。今回はですね、私の考えている新生活保護のこういった考えにですね、アイデアをいただいた方がいました。ちょっとプライバシーに配慮する意味でですね、私文章を読みながらここでつらつらと私の顔でちょっと喋り続けます。原文の方は紹介できませんので恐れ入ります。で、今の時代に沿ってっていうね、書き出しであります。生活保護の支給額、現在の額に生活扶助5万円加算と書いてますよね。私はもっともっと加算してもいいと思いますけども、まあ5万円プラスから始めてもいいと思います。で、労働収入控除額、最低基準5万円までは収入とみなさないというふうになってますけども、生活保護を受けながら収入を得ていると、その収入の分生活保護から減らされるっていうことがあります。これだとね、例えば2万円分働いて稼いでも2万円分減らされちゃうんで、結構ね、働いた分だけ損みたいな感じになるのはそれ仕方がないことだと思うんですよ。ですんで、やっぱりね、5万円稼いだ分はそれはもう何も引かずに受け取ってください。労働の喜びとかね、職場で培った人脈、これに感謝をしつつ、やっぱり働いて得た5万円も取るべきじゃないんじゃないかなと私は思いますんで、やっぱり生活保護から抜け出すっていうのはね、生活保護費プラスの収入があって副業のようにね、でだんだん所得が増えていって、ああもう生活保護なくても大丈夫だなってところまでは、やっぱりね、生活保護を満額支給するべきだと思いますんで、5万円までは収入とみなさない、はい、この5万円という枠でとりあえずスタートしてもいいと思います。で、あと運転免許なんですけども、これはね、もう運転免許があるとかないとか、車があるとかないとかって、今の時代はあっていいじゃないですか。もう生活保護の人でも車の所有は基本的人権の尊重というかね、健康で文化的な最低限の暮らしを送るアイテムのうちの一つですよ。スマートフォンもインターネットも、もうこれはね、生活保護の人こそ車はもう所有は、まあ、義務とまで言わないですけども、車をできるだけ持ってくださいと。で、移動の可能性を広げてくださいとかね、それから、携帯電話絶対持ってくださいと。インターネットも義務です。インターネットがなければ余計なコストがかかっちゃいますから、まあ、勉強は自分でするとして、インターネットはもうね、生活保護の方は完全にこっちから支給しますぐらいの勢いでね、やってもいいと思いますね。時代が変わりましたからね。で、冬季加算のある地域では燃料費を7ヶ月間毎月2万円支給、これもいいじゃないですか。どこを寒い時期、寒い地区とするかはいろいろありますけども、日本国中全部ね、もう冬の間は灯油代とか払ってもいいと思いますよ。逆に暑いところは夏場ね、冷却費っていうのはあると思いますし、これも考えた方がいいですよね、やっぱり寒さに凍えてね、で灯油も買えずに生活保護の方にそこまで切り詰めさすもんじゃないと思います。生活保護のはずが生活を脅かすようになっちゃいますよ、これじゃお金がなさすぎて。はい、引っ越し費用条件の緩和、はい、これもありますね。生活保護を受けてる方って生活をやり直そうと思っても引っ越しの時の費用がね、まとまった金額が捻出できませんので、引っ越し特例措置みたいな感じで全部ね、引っ越し代金は、まあ、行政が負担するとかでもいいと思いますしね、なんとかなんないのかなと思います。はい、一旦ここまでいただきましてありがとうございます。そしてですね、この意見に対して他のユーザーさんからきついコメントが寄せられました。そういうコメントもあるでしょうけども、誰よりも理解力があり影響力のある私はこの意見は素晴らしいと思いますよ。こういうことをね、どん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 出していって、生活保護の方がね、もっとたくさんの消費ができるようになることっていうのは社会を助けることだと思います、ね、これに反対する人はいないでしょ。生活保護の方が今の切り詰めた状態からね、所得を上げて生活が楽になって豊かになっていくと、何が起こるかっていうと、普段買わなかったようなものを買うとかね、ランチにたまにね、3000円ぐらいのものを選んでみるとかっていうことで、3000円のランチを選んだら、そのランチを食べるお店との関係もできるじゃないですか。もしかしたら、あ、自分もこういうランチが作るようになりたいっていうふうに食の道にね、開けるかもしれないわけですよ。いろんなチャンスがあります。毎日切り詰めて家の中で自炊だけ、これもね、悪くはないですけども、じゃあどうやって人と出会うんですか、どうやって何と学び合うんですかってことになっちゃいます。まあ、ですので私はね、消費ってのは社会を動かす原動力だと思いますよ。所得を消費することによって誰かが売り上げを上げるわけですよ。そして消費をすることによってね、いろんなものありますよね、レシートありますけど、消費することによっていろんなデータをこのお店とかに提供することになるじゃないですか、ね、この人は何が好きなんだな、何を食べてるんだな、と何日に1回買い物来るんだなってデータ提供です。そういった社会貢献もありますからね、まだまだありますよ。
まだまだあるんで言い切れないんでね、この辺にしておきますけども、生活保護の方がこれはね、もっともっと社会の中心にいてほしい。私は生活保護っていうだけでレッテル貼られてね、まるで人権がないかのように、叩いてもいいかのようにね、タダでもらってお金を楽してるみたいな、そんなね時代遅れなレッテルはもういいんですよ。生活保護の方が私たちと共に暮らしていて、私の会社の商品買ってくれる、私のお店の商品買ってくれる、いいじゃないですかね。そして、ね、ある時ね、仕事何やってるんですかって聞いたら、いや生活保護なんですよって言ったら、あ生活保護なんですか、あだったらうちで働いてみませんかとかね、生活保護で、まあ、どうこうっていうね話題も広がっていくと思いますし、なんかね生活保護っていうのが言いにくいっていう風潮もね、私断固反対ですよね。生活保護だろうがね、足が不自由だろうが、言語障害があろうが、私みたいにズーズーしかろうがね基本的人権の尊重ですよ。みんな同じですよ。反社会勢力じゃないわけですからね。誰に迷惑をかけてるんですかって話ですよ。でそもそも生活保護の財源は国債ですからね、税金集めて分配してるわけじゃないんですよ。国債ですよ。だから私たちの税金がみたいな言い方をするのも、これも時代遅れ、全然通貨のね財政の認識ができてないってことだと私はここで言わせてもらいます。はい。しかし自分も久保さんがよく述べている、できないをできるに変えるを信じて発信しました。いいじゃないですか、できないをできるに変える、それが進化であり人類の昇華ですよね、開花ですよね。できないをできるに変えてみましょう。例えばね、彼女ができませんを彼女ができますに変えたいでしょ。それから、なんていうんですかね、なんて言いますかね、私の場合でしたらね、この3年間、その牧人ってのがあるんですよ。カンフーで使うこういう、なんですかね、サンドバッグみたいなやつが。木のやつ。むちゃくちゃ重いんですよ。30キロぐらいあるのを2階までえっちらおっちら上げて、置いて、牧人のね、やり方もわかんない。一人でこうやってやったんですよ。今はまあ5手できるようになりました。3年で5手ですよ。ですよ。5手。これに3年かかったわけですよ。でもこれもできないをできるに変える喜びだと思います。さあ今回ねメッセージいただきましてありがとうございました。できないをできるに変える、これを合言葉にですね、お前は無理、それは無理、常識で考えろっていう風な言葉は、むしろね喜び、ライスシャワーだと思って、できないだろうそんなこと、非常識だって言われる方向にこそ向かっていきましょう。非常識をね振りかざす人は常識人でございますよ。立派なもんですよ。でも私たちは常識にはまらなかった非常識人です。堂々と非常識の道路を歩いていきましょう。ただし常識人に配慮しながら。常識人は非常識人に配慮がありませんね。どっちが非常識なんでしょうか。今回は以上です。ありがとうございました。